ミスターお口のステージショー講座、パフォーマンスを仕事として成功するための理論。こんにちは、ミスターお口です。今日もよろしくお願いいたします。さあ、皆さん、いろんなねパフォーマンスをされてるとは思うんですけれども、私が始めた頃に、非常にこう、悩んだことがありまして、例えばパフォーマンスをしてる時に、少人数、人数が少ないところでパフォーマンスをする時はうまくいくけれども、多人数、人数が増えた時になかなかいいパフォーマンスができない。お客さんを、全員楽しませることがなかなか難しいっていうことがありました。で、いろんな原因があるんですけれども、その中の一つ、これは、ステージの高さがあります。パフォーマンスをする場所ですね、ステージ、その高さというのは非常に、関係があるということは、実は分かりました。私はその、なかなかね、大人数になった時に集中できないという時に、やはり人のパフォーマンスを見て、何が原因なのかなって探すようにしてるんですけれども、あるパフォーマーを、パフォーマンスを見てますとね、普段よりも、イベントでの普段よりもあまりこううまくお客さんが盛り上がっていないなっていうのがありまして、よくこう見てると、なんかこう見づらい、見えづらい、私も後ろから、そのパフォーマンスを見てたんですけれども、なんかこうステージ上のそのパフォーマーが、見えづらいんですね。で、なんでかなと、考えてみますと、そこのパフォーマンスしてる場所のステージの高さが、低いんですね。で、ステージの高さが低い、そうすると前のお客さんの頭で、そのパフォーマーが見えづらい、ね、パフォーマンスがやってる、技であったり、いろんな、テクニックが、要は後ろの方までちゃんと見えてないんですね。これは一つ原因じゃないかなというふうに、ちょっと気づきがありまして、でそれから、特に、たくさん人数が集まる会場であったり、もしくは、非常に広い会場なんかの時は、ステージを必ず、高いステージの上で、やるというのを心がけています。で、そうすることによって、後ろのお客さんまで、見えるということがね、になりましたので、非常に、改善できたと思いますね。で、注意してほしいのは、リハーサルが、必ずショーの前にリハーサルをね、されると思いますけども、そのリハーサルの時にまず一番後ろのお客様の、例えば椅子があればそこに一回座ってみてください。で、座った状態で、一番前の人、前の椅子の、があったとしたら、そこにお客さんが座ってると想定して、その座ってる人のお客さんの頭を想定してほしいです。頭の高さを。そうすると、ステージ上でやってる人間、そして前に座ってるお客さん、そして一番後ろに座ってるお客さんの見える、見え方が全然違いますね。ですから、まず、リハーサルの時に、まだお客さんが入ってない状況に、一番後ろにある席に座ってもらって、どれぐらい、演者、プレイヤー、ね、パフォーマーが、見えるのか。ね、前にお客さん、前の方に座ってるお客様の頭でどれぐらい見えづらくなるのかっていうのを事前にちゃんとチェックしてください。もし、ステージが低い場合は、多分私の経験上だと、この辺りまで、実はここから下はもう見えてないということがよくありますね。ということは、ここで演技をしてることは前の人の頭でほぼ見えてない。ね、ということは、ステージが低い場合、例えばこの辺りでね、ここから下は見えてない場合はですね、ここで一生懸命頑張っても何も見えてないっていうね、これがよくあるパターンなので、くれぐれも、ステージの高さは、大人数の場合は高い方が、いいと言い切れますね。
はい、そして、ちょっと注意点があります。で、まあ、大人でその状況ですから、例えば、子供さん、私なんかはね、子供のお手伝いをね、子供ちゃんにお手伝いしてもらったことがあります、ステージ上でね。で、子供ちゃんに、ステージ上の前に出てきてもらいましたっていうと、例えば小さなお子さんだと私よりもこれぐらい、身長小さい、これぐらいのお子さんもいるわけですね。ということはもうこの辺りまで来ると前の人の頭でお子さん自体ももう見えてないと思ってるんですよね。わかりますか。ということは、例えば子供用に少し高い椅子を用意して、その上に座って、立ってもらうと、お子さんの頭がこの辺りに来る。そうすると後ろの人にも見えやすくなる。そういう心遣いが一つできるだけで、子供ちゃんをね、まあ、客いじりと言いますけども、それも非常にうまくいきやすくなりますね。見えやすくなって。それと、あと、注意点、もう一つ。それから、ステージを高く上げるときにですね、気をつけてほしいのは、まあ、高い方がいいんですけども、高く上げるということは、一番前に座っている人は、座ったからこう見上げる形になりますので、あまり距離が近いとですね、本当にこう、真上見るぐらいしんどい体勢になりますので、ステージが高い場合は、やはり前のお客様と距離を、まあ、2メートルとか、開けて、もらうように気をつけてください。ね、で、あと、小さい会場の場合は、あまりステージを高く上げる必要はないと思いますね。で、その一つの理由としては、ステージを高く上げることによって逆に、圧迫感が強くなります。で、人数が少ない時にステージの高さを上げすぎると、逆に、お客さんを圧迫する感じが出すぎるんですね。これは逆に良くないです。ですから、少人数の場合は、さほど気にしなくてもいいのかもしれません。ただし、まあ、100人を超えてくるぐらいになってきますと、間違いなく後ろのお客さんが見えづらくなりますので、ステージの高さについては、くれぐれも注意していただきたいと思います。はい、以上でございました。ありがとうございます。